SK ゲーミング VS プイギンズセット版の初戦、 OP サム VS グリコ試合がスタート。バンカードは特にありません。お互いに待ち、ローリングババヤ。一瞬グリコ選手のカメラが映りました。ランバージャックのラムライダー、ここでオピサムダメージ通しました。グリコ選手のカウンターアタック、あ、グリコさんもしかして電車電車にいて友達に撮ってもらってる。電車ですね回線大丈夫か。めちゃめちゃ電車です。電車で世界大会参戦、カメラにこんな映像が残るとは。特定はやめてください。特定はおやめください。文句のラムライダー OP サム。これグリコ選手スケルトンラッシュがありそうです。原価突破ロケット押し OP サム、ファイアボールでロケット星対象、ファイアボールタワーにもかかっていますね。残っている限界突破のババレンス、わあ、ここで左サイドスケルトンラッシュ。あ、うまくここオピサム限界突破のババのターゲットをロリババで奪いました。右サイド残った限界突破ババですが、インドラが止めている。ダメージリードはオピサム選手。コール、いや綺麗なローリングババリアン。これ左サイドオピサム文句残っているので攻めを組めるか。ランバージャック足突破、さらに1ダメージ届けます。限界突破ロケット押しでの防衛スコが、お、ファイアボールかわした。これはオピサムからすると熱い。チャンスタイムオピサム文句を追加。ラムライダーレイジーのターンターンをターゲット、文句を取ってカルマリフレクション墓石、ファイアボール、うわー、ここもかわした。この苦しいスパーク大ダメージ、スケルトンキング、これロケット手対処できればいいですが対処はできました。ターンターゲットはここスケルトンラッシュに向いている。ヤーメンを使ってソウルは回収できている。スケルトンキングソウルコール、ただダメージはなかなか通りません。もう一度形ができた。限界突破バーバリアンの火力、うわー、ここでロケット押し、限界突破スパーク、ファイアボールもクエストでラムの突進を通します。 GG 取ったのは OP サム選手。OP サム VS ルーカス、これでねルーカス
なんか乗り物乗ったら面白いけどな。なんかネタで乗り物乗ってなくていいからなんか走ってほしい、ランニングしてほしいわ。ロイヤルホグ、このインフェが増えている環境でのこのロイヤルホグピック、この大会の中でこの1日ごとになんか入りが変わってきますね。大枠は変わってないけど、ラストエスケープ、しっかりとホバリング砲にもヒット。マザーネクロマンサー、ポキンキと成功です。両サイドリードを掴んでいるのは OP サム選手、ファイアボール防衛、綺麗に止めて残したマイティリガー、金魚成功。先置きのインフェで耐えますが、なかなか攻めにつなげることはできません。ファイアボール切った、インフェは残っているので、さあここ止められるか。どうしてもね、少しずつダメージは入ってきます。うわ、これ投資いくか、ロケ投資、スパーク入っている、また似たような、おっと、あ、でもザッピーがあるのでマイティは通りません。残り時間1分、3倍タイム、いいファイアボール、限界突破、ババリアンアタック、これマイティ突破するか、バーストエスケープは使っていました、これは入るか、ダメージ 642、 ギリギリの防衛、ただルーカスここでグッドゲーム、スペルは使った後インフェルノの防衛、ロイヤルホグの全て対処ができるか。ドリル、ここはザッピー、ファイアボールで消してドルダメージを、いや拾った、マザーネクロ受けのロイヤルホグ、徹底的に止めた OP サム、これで2立てです。 GG。 ブイギンズ、ラストはモハメドライト、OP サムバーサスモハメドライト。
OP さんのガーゴイル。ラバーハウンドか。左側スケートンキング、うおーバルーンレイジ。ただ左側スケートンキングのソウルコールによってこれ11トレードになるか。でもこれ上側耐えそうですね。耐えましたライト選手。OP サムババルーンで、おお、ラバーレイジ、ラバルーンレイジです。このハンターに手が届くか。確かにハンターと、でもザッピーがある。これライト硬いです。防衛レイジでかかっている。届けた一発、バッカーの削りで11トレード成功。 OP サムライト選手のスケルトンキングソウルコール、インフェルノドラゴンのターゲット奪います。ラバハウンドキングを狙いに行く。バルーン、ハンターザッピー素早く追加で、ここはダメージ止めた。爆破ダメージはタワーに届かない。ダメージリードはライト選手。ここでロイヤルジャイアント、レイジ追加のバルーン。高めのザッピー、ここはハンタータゲはラバーに向いている。バルーンがタワーに届く一発、バカも合わせてリードは OP サム。トゥイギンズ相手に3タなるか。残り時間1分3倍タイムあるぞ。見えてきた OP サム。ライト届けるか、スケートンキング。あっ、防衛レイジ止めているが、ロイヤルジャイアント、これはさすがに止まらない。ババア切った後ファイアボール一気に削る、届けてライト選手スリークラウン。キングは譲りません。GG、 ここからライトのチャレンジが始まります。LSP ライト選手ロイヤルジャイアント連投か。モルテンゴールドナイト、
モルテンドリル、ドリルプラス建物もう一枚あるか。来ました、ロイヤルジャイアント、トリトン、ランバーが先行、インフェルノタワー、ただランバージャックがそこを削る。アイスフリーズ、うわこれゴブリン完全に読んでましたね。今少しタイミングずれていたのでモルテン守ることに成功。今日はいつもより読みプレイが多いライト選手。ロリババ受けて、ここはトリトンもあるでドリューダメージは取りません。守って形を組めているモルテン。ダッシュ、これは届かないが逆サイドドリル、 LSP 受けてスケルトン追加、ここで回る限界突破のロケットを施設がファイアボール、ランバージャック左側、これ受けれるか、ゴブリン間に合った、モルテンの防衛。インフィア残っている、一発二発、ここで限界突破、この火力止められるのか。アイスピフリーズ、エリクサース、うわもう完璧なロリババ止まらないダメージ、ロリババも削って41、ファイアボール圏内、 GG ライト2立てです。クリティカル読み決めていくライト。大将戦、町高回転ライト選手、ホグライダーとかディガー削り系など、アースクイック、オグライダーの確率アップ、ラムライダー、今回ライス選手はボムタワーピック、クラムですね。ファウス選手、ランバージャックもありそうです。バーストエスケープ、逆サイド右にもカード切りなと、パルマリフレクション、パラ選手近畿度成功、エンドラターゲット、ここはボムタワーに向きました。ここのロケット押し切ろう、イクスアドバンテージはライト選手が握る、このインドラも低コストで対応できるか、ホグライダー、まあ怖い、ホグダメージ一発、回すか、マイティホグの形、ここラムにめがけてロケット押しスパーク、ホーグも通す、
バースエスケープで、お、入ることはできないが、ロケット押しは残って、もう一発、文句分かるまで耐えてインドラが残ってはいるが、このインドラもロケット押しが削ります。下側アースクエイクで削り落として、最後の攻めは止めるウッド、ボムタワー、右のランバーは許容ができる、ライト選手が3立てです。クイギンズ大将が強すぎる、もう余裕の表情、ジジ。